しょうがないから出てやるよ。人としてのあれだったわけじゃん。人としてのあれ、あの時だったら崇める存在でいてくださいとか言ってないでしょ。あ、言わないです。でしょ。これはまた言うとこれまで誤解までけど、有志とかそのエイトの会の時は孫さん、店閉じますって言っても別に社長抜きでもやってきたじゃん俺ら。ナンバー卒業決めたじゃないですか。それの件に関してはなんかあります。ちなみにホスト辞めたら何やと思う？絶対通りです。旬チャンネル始まりました、今日はですね、はい、やっと、出てくれましたうちの大ボス、はい、まあ出てやるよ。しょうがないから出てやるよ。店長にお越しいただきました、はい、います。皆さん待ってたと思うんですけど満を持してきました。俺がだって YouTube 始めて1年ちょいぐらいで、はい、ずっとこったることに店長出てよって言ってくる、はい、いや、いろいろあるんですよ、ね、似てない大人のあれがいろいろあるんですよって、うん、永遠に出てくるだけ。やっぱねどういういろいろあったんだよ俺も。風の吹き回しで。いやもうあのいやもう別に大丈夫だよ。もうあの3ヶ月ぐらい前から、はい、もう大丈夫ですか。もう大丈夫です、はい。何話します。あのこれ単純に旬チャンネルの視聴者は、はい、旬が出ていいわけじゃん、ぶっちゃけね。みんないいこぶってるけど本当はもっと聞きたいこといっぱいあるじゃん旬の。俺に あるよあるよ。あ、そうそうだよ。それはもうあのだそれを俺が代弁して聞くから。ああ、質問インタビューだ。あ、もうそうそうそう、分かってるからみんな何聞いてほしいとか。いつもはじゃあ差し伸べ俺が振ってるけど、うんうん、振られる側とね。そういうことです。そういうことです。その言葉じゃなくて皆さん表情とかそういうので汲み取ってんね旬の。見逃さないでね。うん、これみんな思ってるのは、うん、私たちって頑張れば付き合えたりするんですかって思ってる人多分いっぱいいると思うんだよ。ぶっちゃけそれどうなの。ぶっちゃけの話似合う、うん、可能性はあるんですかって話なんだよね。正直なところ。 あ、うん、ある。まあなんかなんだろうな、神社とかお寺に参拝に行って、神社とかお寺参拝、うん、なんかそこの大仏と、うん、なんか大仏がすごい好きで、でも付き合おうとは思わないじゃないですか、付き合えるとは、うん、そんな感じです。いや、そういうのいらない。そういうのいらない。だからまああの、うん、崇める存在なんで付き合うとかないです。はい、以上です。むしろなんかそんなになんかあのもっと上の存在に見ててほしいです、うん、あ、なるほどね。じゃあめっちゃ好きになったらどうすんの、もし向こうが。じゃあ旬が俺が、うん、だってゼロじゃないじゃん可能性的に。好きとかもう分かんないですよ俺。分かんなくないですか。だって店長だから一番分かんないですじゃん。いやそんなことない。いや好きってじゃあ分かんないですか。いやそうなんだよ。だからそのなんだろうな、恋愛的に好きってことですよね。じゃあこの仕事やってるとそういうのが分かんなくて。そうそうそうなんだよ。いやそうそうなんだよね、うん、いつ商売長ければ長いそうなんですよ。いやその通りなんですよ。だから俺たちある意味一番寂しいんだよぶっちゃけ。でも実際そうじゃん。あ、でもそれは分かる、うん、寂しいのは寂しいね。だから旗から見るとなんかこう順風満風で、うん、いいじゃないですかって思われるじゃん。でも実は寂しいんだよ本当は俺たちって、うんうん、だって世間一般的な人たちの、うん、その感情がもう欠けてるんだからぶっちゃけ。全然そうじゃん。だってまあまあまあ欠落してる部分多いですね、うん、いろいろ。だからあのローランドショーの初期の時に指輪投げられてたお客様のぐらいの時がまだギリギリセーフなんだよ。旬で言うと人としてのあれだったわけじゃん。人としてのあれ、あの時だったら崇める存在でいてくださいとか言ってないでしょ。あ、言わないですね、うん、でしょ、うん、言わないわ。じゃあドネーズとかのそのファンになんで支えられてると思う。人間性だと思いますよ多分俺が。順風人間性順風満帆に言ってるわけか。人間性闇抱えてる過去があったからと思います。まあそうだよ、うんうん、もちろんだって傷を深く負ったやつじゃないと人に優しくできないから単純にそこはね、うん、多分
弱い人の気持ち分かります。え、分かるよ、分かるよ。だって俺だってマジであの振られたりとかしたことあるから。だって絶対言ってないけど、はい、すげえ振られたことあるでしょ。俺悔しい辛い過去あるだろ、絶対言ってないけど。うん、そう、最初に、うん、なんだろう、俺が何めっちゃ女遊び始めたきっかけが、うん、なんか結構マジで好きだった中2の時に振られた、うんうん、だからその深い傷を負ってそれがあの原動力になっちゃって。あ、まあ、でしょ。だからそうなんだよ、だからそうなんだよ。だから結局こういう仕事、俺たちもそうだけどこういう仕事やってるのってこうローランドも含めてそうなんだけど、やっぱりずっと俺モテてきましたみたいな 人は多分この仕事やんないんだよね絶対に。ああ、まあでもそれは違う、うん、だから逆にみんな傷ついてるやつらの集まりなんだよね。例えばそのシュンもそうだし、だってローランドもモテてなかったわけだから、はいはい、だからそういうのが逆に原動力になっちゃって振られたあの時の女をに見返したいんだとかっていうやつの集まりじゃん。俺もそうだけどそう、俺もそうだよ。だってやっぱそう25ぐらいの時にすっげえ好きだった女いんだよ。でその子とエッチしようとした時に付き合ってんだよ、はい、エッチしようとした時に付き合ってるのに、じゃあいざこう合体しようとした時にちょっと待ってみたいな、うん、今性病だから今日できないって、うん、どういうことってなるじゃん付き合ってんだ俺どういうことってなるじゃん。確かに、だからそういうのとかもあったから店長だって水商売歴どんぐらいなんすか。11年か。11年、11年、めちゃめちゃ長い。ローランド社長と一緒に店やる前は一内勤だったわけじゃん、はいはい、で俺からするとマジでセンスねえなこいつだと思ってたからいやほんとほんとに、だからそれが俺の反骨心なのよ、はいはいはい、要は俺がよくわかんねえサブマネージャーっていう役職でずっといさせられて、はい、なんでよ、俺サブマネージャーって内緒思ってたわけよこの人たちのレベルでできちゃうんだったらできるっしょって思っちゃってたから、マジで見る目ねえなこいつだと思ってたわけ。言わねえけどなるほどね。で、ホストクラブぐらいなんか余裕で経営できるわと思ってたから、で、言い方だけど案の定うまくいっちゃったじゃん、はいはい、うん、だから、これ見ろって感じじゃんが俺の本音、ぶっちゃけぶっちゃけ、うん、やんないですか店オーナーみたいなって。もう今ないな。今ない。だから、あの俺らが店閉じられたじゃん、うん、勝手に、うん、あのタイミング、ぶっちゃけ あれ、ガチで知らなかったから、俺、本当に、はいはい、うん、めっちゃ揉めたからめちゃめちゃ揉めたから、あの時初期のザ・クラブの、うん、にずっといる人たちって、シュンもそうだけど、うん、あの当時ザ・クラブで働いてて、その後のは長いから。まあ確かにそうなんだよ、割と速攻閉まりましたよね1年2ヶ月しかやってないから。1年2ヶ月か。1年2ヶ月しかやってないから。めちゃめちゃ短い。ハーレムの方が長くないですか。その後のシックの方が長いんだよ。だから社長と働いてない期間の方が長いんだよ、みんな。確かに、うん、だってユミとなんか入ってすぐだよ。ジオン3日目だからね、入って3日目閉店してるからね。ツイッターもしてた3日目店が閉店したじゃなくてツイートしてたわツイートしてたわ結局みんなその後のは長いんだよ。そっか、そっからハーレムシックリーバークラブの。そうだから結局言い方いいんだけど、でその巨大ね、うん、多分一番広い箱でお金もかかってて、俺らが参戦したわけじゃん、はい、でも結局そのうちのがレベル高くないと思ってたから、正直、まあ、売り上げはありましたね、うん、数字も含めてそのコールのクオリティとか、はい、結局だって全部真似されたじゃん。真似することはなかったけど真似されたから、全部シャンプーとかいろんな面でね、はいはい、ホストという仕事をやって売り上げを上げに行ってるから、うん、一応個人事業主じゃん、うん、俺たちの仕事って。そうそう、だから都合のいい時にお前ら個人事業主じゃんって言いたくないし、うん、とか含めて、だからあの期間とかは、まあ、勉強にもなったことたくさんあるけど、巨大組織でできてまあ、うん、よかったけど、また店やる時は絶対違う感じでやりたいなっていうのあったから、うん、でもシックになってからね、はい、もうスーパーワンマンで社長もいなければ。スーパーワンマンですか？ワンマンでした？そうそう、パワープレイしてたね。まあまあまあ。クラブのその最初なんて店長毎日切れてて、うん、確かキャッシャーでね、解散に。無理ですね。あのぶっ殺すばれの。それはやばい。いやガチでぶっ殺す。まあ。お前言ったやろお前、うん。昨日はお前なんでできないのみたいな。いやだって。マジでなんでそんな覚えねえのってぐらい覚えねえじゃん。わかる？
あれは、うん、マジで風呂場サイモンめっちゃ聞こえるから、うん、気まずい。そうなんですよ。大声でめちゃめちゃぶち切れてる。最近全くしないから。いやあのねだね、怒鳴んないですね最近ね。いやもうね、怒鳴る方も疲れるんだよね。まあ疲れる。そうなんですよ。だからもうね、最近見て見ぬふりしてるもん。いやと思って、もういや、この世界って、はい、旬も含めて、はい、みんな自由人の集まりじゃん。まあ自由だね。そうそう、だから自由人の集まりだから、やっぱある程度、やっぱその、まあ一種のワルじゃん、君たちは。ワルワルを、いや、ワルじゃん、だって一種のワルか、うん、うん、ワルを束ねるには、さらに悪くないといけないわけじゃん。いや、これはもうこの持論で。まあまあまあ、なるほどね。そうだから、俺も社会不適合者だから、うん、で一番そういう社会不適合者をまとめるのは、うん、もっとさらに社会不適合者のやつじゃないとダメなわけじゃん。違う違う、だからそれぐらいやっぱあれ、ね、あのその武闘派じゃないとこの街で他のグループと戦えないもん。まあまあ、それはそうね。その揉め事だとかなんかあった時に、うんうんうん、だから今はもうちょっと名前通っちゃってるからあんまできなくなっちゃったけど、うん、最近なんか昔のなんかおわみたいなさ、いやもうできないですよ。やんない、やんないですよ、はい、ね、超目気にしてるもん。超気にしてるもん、マジで。急にコンプラみたいな気にし始めだからなんか気にしてるじゃん、いい人ぶってじゃないけど。いや、いい 俺もそうかもしれないけどさ、うん、いや、いい人ぶってないけど、前みたいなその大きな声を出したりとかその大きな声はあのタッションとかね、うん、前のはできない、やってない。信号無視もしない。信号無視も絶対しない。あ、だから今ここ1年俺が信号無視してるって言ってる、まあ、人いたらそれは嘘です。絶対信号無視しないから。マジでしないから、今絶対しない。なるほどね。声かけられますよ、新幹線でも声かけられたし、僕はまあよくこんなこわもてに声かけるの。言われるよ、写真撮ってくださいとか。え、ランチ食ってても言われるしね。ランチ、いや、ほんとマジマジマジ。だって俺男性からファンネタみたいなの来たよ。いや、マジ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 。あ、でも男のファン多そうっすね。そうそう、男のあれが多いから。確かに、うん、男性客もなんか増えます。そう、男性客だから指名で。もう男性客だけでいいっす、俺。男性客だけでいいっす。え、女性客嬉しくないんすか。だってもう疲れた、もう疲れたんだ。 LINE とかできないもん、俺。今はできない。 LINE とかしないじゃないですか。いや、しないけど、めんどくさない。え、普段おはようとか来ない？来ない。全然来ない、うん、あ、来ねえんだ。来ない。あ、まあ、そっか、今日住みたくなってるもんね。うん、ほんと来ないっすよ、誰も。あれからも寂しいですとか来ない？来ない。何にも来ないんだ。何にも来ない。嘘っすよ、これ。え、ガチガチガチ、ほんと来ないの？ガチで来ない。ほんと来ないんだ、うん、そういうなんか遠い存在なのか。ダラダラ LINE みたいな、日常ラインみたいなのを全くしないですけど、うん、それはそういうラリーはない。ナンパ上がってからしなくなったとかじゃなくて、うん、普通にあのゴリゴリプレイヤーからもない。あ、まあ、むしろその日常毎日ラインしないとっていう子はもう離れてくる、うんうん、ああ、まあ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 、そうだね。まあ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 。であとなんかみんな大体配信とか見てるから、あ、そっちで近況は知れるしね。シュン様みたいな気持ちいいでしょ、今。ドネーズとか言って、ま、だ最初やっぱ、うん、そのなんていうか承認欲求みたいな、うん、めっちゃ満たされましたけど、うん、今はもうなんかチャンネル登録増やしていかなきゃいけないんで、うん、何を目指してるの？何を、うん、とりあえず自分のチャンネル10万人あったら何でもできません。まあ、まあ、そうだね。だし、うん、あとシンプルに、うん、もうなんかゲームみたいなもんなんですよ、うん、数字を伸ばすゲーム、うんうん、なるほどね、うん、だからそこ何のためにとかなくて、うん、それやってる間のなんか試行錯誤してやって当たって失敗することもあってみたいな、うん、それがもうゲーム感覚で楽しいみたいな、うん、っていうだけです、うんうん、楽しくないとできないもんね、うんうん、いや、わかる、すごい。下の子をなんかね、引き上げていきたいっていう気持ちはまあガチである。うん、ある、あるし、あのまあ打算的な考えで言ったら、もうザクラブっていうお店自体がもう企画じゃないですか。なそうだね、うん、だから俺が差し飲みするのも企画で使えるし、うん、まあみんみんじゃないけど、ナンバー卒業決めたじゃないですか、はい、それの件に関してはなんかコメントあります？シュンがナンバーで卒業したってこと？はい、あれ店長、全然店長と特になんかそれに話してなかったじゃないですか、直接俺社長。え、だって俺絶対、あの、ね、あの去年の
年内でナンバー上がるだろうなと思ってたから。あ、思ってました。はい、ぶっちゃけ、うん、だから全然なんとも思わない。あ、まあだろうねって。だろうねって。俺だってもう回とかにしたから絶対旬ナンバー上がるってから見とけよっつってさすがっすねみたいな。だから別に俺らは驚きない。あ、うん、まあ予想通りというか。だから社長にその報告を受けた時に旬ナンバー上がりたいって言われたんですけどどう思いますって言ったから、いや別に思ってましたよっつっていや本物の価値がしたし、うん、だから別になんでナンバー上がるだろうなと思ったんですか。なんとあ、だそのあのなんだろう、エキスパート感は。エキスパート感もう最後のそのなんだろうあのマイペースでやってる男が急に、うん、本気でしたなんかその力の入れ方があなんかラストスパートかけてんなっていう感じで多分みんな分かってたと思いますよ俺は。なるほどね、うん、まあでも分かる人は分かんじゃない。あ、そうだろうなっていう、うん、燃え尽き感は確かにある、うん。だ俺は本当は個人的に好きなのはずっとナンバーワン取ってる子よりずっと5位とか3位にいる子の方が、うん、個人的にはなんか続くと思ってるんだよね。あ、1位を取り続けちゃうと多分シンもそうだと思うんだけど、うん、プレッシャーをずっと誰よりも感じちゃうわけじゃん、うん、そうね、一番消耗しちゃうんだよ、うん、ずっと売れてる人の方が、うん、だから結局社長が現役時代ヒュッてナンバー引いちゃったのも多分それもあったんだよね、うんうん。まあでもそれは確かにナンバーワンずっと維持してた人しか分かんないかもしれないけど、そうそうそう、それはもうその選手しか分かんないプレッシャーだから、なんか旗から見たら毎月またしゅんさんナンバーワンだみたいな感じになってるけど、うん、やってる側からしたら結構大変というか、それがあるから、うん、そうね。で周りって意外とさ、そのあしゅんさんナンバー2なんだ3なんだぐらいだけど、本人からするともうその何十倍も視線を感じるわけだし、うん、何十倍もプレッシャーがあるじゃん。それは本当にその当事者にしか分からないから。そうね、うん、そうだからプレイヤーまずナンバー上がってまあ売ってるから分かると思うんですけど、全然数字は上げられるけど、うん、ナンバーってのが入ってくるとまた全然違うでしょ、意味が変わってきますね。あ、そうなんだ、そうなんだそうなんだよね。まあ社長もなんかそのナンバー卒業の話した時にいいよって言ってたでしょ、別に、うん、いいよって言ってて、自分がナンバー上がった時の話もちょっとしてて、うん、逆になんかナンバー上がってからの方が売れたでしょ、そう売れたとか、社長そう、伸び伸びできたから出勤も増えたとか、いろいろ社長はぶっちゃけそうっす、そう言ってた今年は椿がそれにだとかって感じになるけど、うん、椿もね、これっぽいからな、うん、そうだからそれが安定して、うん、でも冷静に俺椿の11月からの売り上げの合計すごいと思うけど、すごいすごいよ、いやすごいんだよ、ほぼ1億いきそうな、いやそうなんだ、そうなんだ3ヶ月ですごいんだよ11、12日でね。でも結局やっぱその売れない期間とかがあったから、うん、それが原動力になってるのかなっていうのがあるよね、あ、うん、だからあれ逆に売れない期間ってよかったよ、あれは椿のためにも、まあそこでね、あれで耐えたのがやっぱり、縛ってやってた、そうそうそう、あれがやっぱり良かったよ、だから彼のそれも努力だよね、うん、うん、まあ旬っていうその教科書が、あのいい教科書がいるから、それがビジネスモデルとしてみんなさ、うん、それに右に習いでやってるから、でも俺からするとやっぱりそれを一番最初に作り上げて やってって人が一番強いから、うん、でその前の世代がローランドだから、うん、そのメディアっていうのを駆使して、うん、そのメディアの媒体が、まあ、今はもうさ生きた化石だけどアメブロとか、うん、まあ、当時の走りのツイッターとかインスタとか、うん、まあ、地上波含めてメディアっていうもので自分をうまくこう見せ方がうまかったのが当時のローランドじゃん、うんうん、でそれが今度は YouTube って媒体に変わったりして、その走りでやってたのが、うん、まあ旬だよね、うんうん、まあ、でもこの今のザ・クラブっていうこれが確立したのはもう正直マジで孫さんの力だと思ってるから、個人的に、うん、まあめちゃめちゃ大きいですね、うん、孫さんのあれがウエイトがでかすぎるから、だからそもそも、まあ、ローランド賞なかったら、うん、僕も入ってなかったと思う。でも他のホストクラブからしたら羨ましいとは思いますけど、羨ましいよ、めちゃめちゃ、こんな巨大メディアないでしょ、はい、羨ましいっすよ、ね、みんな真似しちゃってるもんね今ね、もう見てねえけど他ので、なんかそれっぽくしてるけどやっぱ違うじゃん絶対、うん、なんかうさんくさいじゃんリアリティないじゃん、ガチなリアルじゃん、なんかこっちは大体みんな怒ってますよね、そう怒る系ね、俺の真似じゃねえのって思わない怒る系俺の真似してねえとか思って、
あのロミオ残ってるシーンとかも個人的には超好きなのよ、うん、よく孫さん使ったなと思ってるから個人的にはさすがと思ってるからめっちゃ面白かったからあれ。なるほどね。ないのってやっぱさすがだよね。あのライトがこうガーンってやるシーンとかさ、うん、ちゃんといいとこいるじゃん孫さん、うん、撮ってるね。そうそう、いやだからマジでさすがだなと思って孫さんああいう嗅ぎ分けるのうまいんだよね多分。あまあこれはまあ言うとこれまで誤解までけどそのあの勇士とかそのエイトの回の時は孫さんコメントピン止めするんだよ、うん、絶対俺のだけしてくんないんだよシュンの時もしてたじゃん。あ何回かでしょ、ね、俺の時一回もピン止めしてくんないんだよ孫さん。えなんでですかマジで店長の孫さん、はい、店長会の時ね、はい、皆さんありがとうございましたとかやってるのにマジですぐしてくんのマジで骨の時だけ何もやってくんないのよピン止めなし。それめっちゃ面白い。いやマジ一回もないからピン止め一回もないから俺嫌われてちゃう。多分好かれてねえんだよ孫さんに。まあ、いや、いいんだけど。面白すぎる。いや、いいんだよ。焼肉2回おごっただけだから。全然いいんすけど。まあ、焼肉おごってた、なんか。大阪かなんか。いいんすけど、まあ、寂しいなと思って。そうなんだ。はい、面白それ。1回もピン止めないからね。俺、1回もないから。だけど、一応ちゃんとコメントしてるんでありがとうございますね。ありがとうございましただけやってるんですよ。あと、なんか1回削除されたしね。俺、今でも覚えてるから。もう削除されたじゃん、と思って。そんなやばいからやったの。あ、多分あれでも違うんだもん、あれ URL 貼ったからかな。ああ確か、あ、だからか URL か、あ、だからか URL は貼ってますね。でも普通にありがとうございましたはピン止めされなかったっすね。あ、普通にありがとうございました、はい、ピン止めされなかったっす。皆様ありがとうございましたね、あの出張のやつとはそれは嫌われてますね。うん、多分好かれてない気がする今度また何かあったらまたやってみてください。そうさ、そのコメント、コメント、だって俺の回多分ないでしょ、もうもうないかな、ない、もう出尽くしたよ割と。めっちゃ一時期、はい、だってちょっとしか出てねえのにサムネじゃん、俺出てなくねえって時のサムネだったからサムネに店長使った時はとりあえずなんか、いや、もう諦めてますよ俺もう出過ぎだよまだ大丈夫じゃない。いや出過ぎだよでも一時期だって縦の並び全部サムネ店長じゃない、俺サムネばっかだよね。まああれ孫さんが多分優しさで使わなかったんだけど、うん、多分あれ、まあ、孫さんの優しさだって結構本当思ってんだけど、まあ、結構ボロクソ言ってんのよ俺。あ、勇士にも、うん、あ、その最初の時そうで、確かに全然マイルドだった。マイルドじゃん、ね、もっと言ってるから、あれは多分孫さんの優しさで多分使 わ,、うん、使わなかった気がする。どんなこと言ったの。でもなんかお前逃げたじゃんとかなるほどね。いや残ったやつの身にもなるよとか。あ、うん、えは、まあ、なんかもうユウシさんと差し目取ったんですけど、ユウシさん自身は、うん、なんか飛んだって言ってないけど、俺らから見たら飛んだ。飛んでますよあ、ダメダメ、それははっきりします。ダメ、それはもうダメ。こう、あの落としたいとかじゃなくて、これはダメ。その誤解はさせたくない、みんなに。ユウシさんはなんか、いなくなりました。店長と社長に、うん、一応俺はもう出勤できませんって言って、言ってないっす。ダメっす、事実ダメっす。それはダメ、事実は捏造したくないっす。それは事実じゃないんだ。シュウさん、それは違いますあ、それ捏造はしたくない、ダメ。違うらしい、違うっす。それはもうあの落とすとかじゃなくて違います。その時はなんか言ったけど、はい、向こうからなんか書いてきたけど、はい、俺はそれをなんか返さないで、そのままシフトになったんです。違う、ちょっとそれはずるいっす。違います、違います、違う、はい、ダメです。そこははっきりしましょう最初なんかユウさんもプラチナから入ってきた時はタメ口だった、知らなかったから。でもなんか、ああ、そうあ、でもなんかキャリアある人なんだみたいな、うん、気づいてからは、うん、でみんな慕ってるし、うん、俺の 先輩が敬語使ってるから、うん、あ、じゃあ俺も敬語使わなきゃと思って、うん、敬語使わなかった。そうなんだ。そう、だ最初はだから普通にアフターとかおすすめあるとか聞いてたの。ユウシさん全然俺知らないんだけどさ。で、どうだったの？あるよみたいな。あるよって答えて教えてくれて、うん、で、シュン行ったのって、いや行かなかったわとか面白いですね。そうそう、だからまあ一周また戻ってきて、うん、逆にシュンさんで敬語使われても逆にやりづらい。昔のままのがやりづらいか。ちなみにホスト辞めたら何やりたいの？ホスト辞めたら、うん、でも今はやっぱ YouTube じゃないですかね。 YouTube を伸ばすのと、あとまあ自分で
ホストでやっぱ31ですけど、31年間に来てやっぱ一番稼げてるのはホストなんで、まあ絶対向いてると思うんで、そうだね、なんか自分でゆくゆくはやってみて、まあ YouTube と連携して、あ、店を店やりたいの、やるのも面白いかなとは思ってありますホストクラブ、ホストクラブやりたいんだ、面白そうじゃないですかって、あ、まあまあ、まあ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 いいと思いますよ。レギュラーで収録で出るってこと？もし自分がやるってなったらね、なったら、あ、出れるか、まあまあ、ナンバーは復活すると思う。その方が面白いじゃないですか。あ、まあ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 、みんなも競えるし、あ、やりたいんだ。まあ、今はじゃないと思うけど。やった方がいいよ。そしたらやりたいんだったら多いと思うよ。本当ですか？はい、絶対多いです。まあ、大変だろうけど、さっきとかで売れてくの見て、なんか。いいなと思ったし、まあ、ジャガーもそうだけど、まあ、うん、店やったらジャガーヘルプで来させよう。そう、絶対その方がいい。世界一周とかないもん。いや、それもやりたい。俺はもうそっちになっちゃうな。あ、なっちゃいます。なっちゃいます。すみません。いや、それもだからナンバー年齢的にも込みでね。もうそしたらそういう風にあの世界一周してクルージングとかしたい。普通にガチで。死ぬまでにはやりたいですよね。はい、ガチでやりたいです。だからナンバー卒業するときに。うん、それ迷ったんですよ。もうやめて、旅、日本をやったじゃないですか、世界、もうなんか、もうお金も稼いだし、前みたいに野宿じゃなくて、ちゃんと普通のホテル取って、世界一周するのも全然ありだなって思ったんですよね。で、まあ結局、こんだけ応援してくれる人が多かったから、まあまあまあ、そっか、これで俺世界一周行っちゃうと、そういう人が俺に会える場所がなくなっちゃうな、ちょっと。無責任かなと思って、ちょっとなんか大人っぽく理性働いて、やめましたけど。まだ大人になったよね。でもいつかは僕もやりたいですよ。でもそれを店とかやっちゃうと、また遠のくじゃないですか。まあそうだね。それできるのが、でしかも結構そういうのって体力あるうちに、まあそうだね、行っとかないと本当にジジババになってから行っても、まあそうだね、なかなか楽しめるものも楽しめないというか。でもジャガーなんなら一緒に行きたいですわ。あ、まあまあそうか、まあそうか、ジャガーと、そうだな、ジャガーと行った方がいいね。 YouTube 撮りながらとか、そうだね、面白そうだし、絶対面白いでしょそれ。面白いと思う、ジャガーもね、俺と一緒だからこそできると思うし、そうだね、お金全部出してあげて、旬の右腕左腕みたいな感じで、誰かを支えるながら、言われたことをこなしていくのが向いてるタイプだよね多分。あ、ジャガーは、そうだね、確かに。あとやりがいとか承認欲求とか、その存在意義を、自尊心を傷つけないで、その存在意義を認めてあげたら能力を発揮する子だよね、だからうまいよね、シュンは、そこの見出したのは。あいつは本当に俺と巡り合えてよかったと思うんですよ。いや、間違いないよ。マジで間違いないと思う。俺だってどうしてたんだろうと思うもん、俺と巡り合えなかった。だからまあさらに元を言うと、あれ俺が面接してなかったら採用じゃないからね。ジャガー面接したら俺だから。あ、そうなんだ。そうそうそう、俺が面接したから。プラチナだって一回、そうだ、ジャガー言ってた、なんか一回営業中に飛んで、飛んで俺が店長に引き戻されたみたいな。呼び戻して、まあそんなこと言えないじゃん。なんか新宿駅の東口のこの喫煙所で今タバコ吸ってるんですよね。マジでなんで俺より後に入ったロミオが初回ついて俺つけないですかって。ほんとそうだ、なんかそんなこと言ってた。適切で飛んで、俺がそんなこと言うなみたいな、戻ってこいよ、本当ですかみたいな。それも運命だよね。なるほどね。それがそのまま飛んでたら合ってないでしょ。うん、確かに確かに。だから戻ってきたジャガーもだから持ってるよね、あいつも。確かに。その結果的に持ってたんだ、あいつは。で、寮入ってすぐ出たよね。もう一日もいなかったと思う。そうだよね。だドアノブないんだもん。こんなとこ住めないんで出ていいですか。ドアノブないし、なんか入店初日でヒロミさんと喧嘩して、あ、そうなの。そう、寮で、寮でとか店で。え、そうだっけ。そう、なんか男性客がいて、最初ヘルプ初日だから、ヒロミさんとマンツーで回ってて、で店長が、よし、お前君はできるから、ちょっと難しいとこ行っちゃおうみたいな。そう言って、で、なんか男性客のとこ行ってって言われて、で、ヒロミさんと行って、もうラストは多分終わってて、で、もう帰る直前みたいな感じ。でも、宅の雰囲気的に、もう、わーわーしてて、もう、他にもヘルパーっていっぱいいて、
でなんかもう後ろの方にこう、うん、座ったのよ、うん、でもう宅の雰囲気も出来上がってるし、もうテーブルマナーだけ俺やってたのよ、うん、白ひろみさんが、おい、いただきましろお前いただきましろ今でも会話の流れとかで今ちょっとあれじゃないんですって。でそんなことやってたの、うん、やってたらその、うん、2往復ぐらいで、お前早く、ね、もう一回今やるんだよって、うん、今じゃないんだよって言ったら、お客さんがもうチェックしてもう出ちゃう感じになって、うんうん、そうしたら、あ、お前なんでいただきましなかったんだよって、うん、だからそれはもう宅の雰囲気が出来上がってね、うん、お前ホストは酒飲むのが仕事だからあ、そうなんだ、そんなことあったの。そのガンつけられて、うん、もういいっつって、うん、どっか行っちゃって、うん、でそれを店長に言ったら、うん、なんか笑ってて、お前初日で喧嘩すんねんみたいなので、いや覚えてない、全然覚えてない全然覚えてないわ。で俺とひろみさん呼ばれて2人で、うん、お前らもう仲直りしようみたいに言われて、うん、俺がそう、覚えてねえな。でひろみさんに喧嘩あの寮案内してあげてっつって、うんうん、行ったんだけど、ひろみさんもなんか怒ってて先帰っちゃった先帰っちゃって、うん、なんか俺その時一緒に国士ってやつと一緒に行って、うん、で寮行ったけど、あ、一番の2号室のとこだよね。そう、ドアノブねえし、うん、あ、右側畳の部屋のとこだよね。そうそうそう、あー、で、畳だったんだっけ。畳、よくわかんないけどもう絶対嫌だと思って、うん、なんか風呂場もなんか超汚いし、うん、あそこか、分かったと思いました。そんタコ部屋みたいな、こんなんなんか、うん、怪獣の力労働者が働くような、うん、あー、そうだね、唯一あそこ外れだったもんね。絶対嫌だと思って、うん、まあその日だけ、うん、二段ベッドのなんか下で休ませてもらっても始発で帰って、うん、もうすぐなんか家から帰ってた最初は野宿の方が今やる、うん、あーそこなー。今は綺麗なんですか。全部綺麗だから今綺麗か。全部綺麗。結構喋ったんじゃない。だいぶ喋ってるよ。じゃあもうちょっと切り込みたいこといっぱいあるんだけど切り込んでくださいよ。いやだけどこれ伸びたら別バージョンになりますよ。じゃあ皆さん、あ、伸びたら15万再生いったら、じゃあ分かりました皆さん、もっとあるんですよ、すごいの、うん、なんで15万再生いったらやっちゃいますなんで皆さん拡散お願いしますだって入店書にしか知ってるわけじゃん、うん、全部弱みも握ってるし、あの指輪のやつのさ、あれね、あれもね、いっぱいあんだよ皆さん、いっぱいあんだよ。あれできるね。あの指輪の人見てたらまた来てくださいでもなんかこの間久しぶりに LINE 来ましたよ。あ、そうなの、うん、え、マジで、うん、なんか久しぶりってそうローランド賞みたいだって、元気してるのが頑張ってすごいねみたいな。あ、じゃあ見てるんだ。そうなんかそんな全部見てたわけじゃないけど、うん、なんか流れてきてみたいな。私はなんか最近仕事のモチベーションがなくなってきたから、うん、旬の SNS 見てもう一回火を取り戻せるように、うん、頑張るねっつって。あ、そうなんだそう、普通に俺も久しぶりみたいな。まあなんかそんな、え、来てほしいね。まあ誘ってはないですけど、うん、誘ったらワンチャン来るかもしれないですね。会いたくない。いや、なんか久しぶりになったら面白いかもしれないですえ、あの当時の感じになったらあれだよね。いや、もう絶対それは絶対ない。あの当時のあそこまでお金使ってくれるとかないと思うけど、うん、まあ、普通に飲む感じはあるかもしれないですね。え、ホットケーキ食ってたの覚えてる。覚えてますよ。あ、覚えてる覚えてる。なんならあの時姫がどんな服装したかも覚えてる。あ、覚えてんだ。あ、なんか物投げられてなかった、その時も。バター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 、バター投げられた。めっちゃ覚えてる。でしかも面白くてレイの方になりめちゃめちゃレイ。お前ら何なんだよみたいな感じだったよね。こんな時にホットケーキ食ってんじゃねえよとかって、俺めっちゃ覚えてるもん確かに見てたら、いや見てたらマジで。また久しぶりに乾杯しますよだ、結構ね、こう面白い話いっぱいあるんですよ皆さん。なんで20万再生いったらやるんで、もっともっとすごいのあるからじゃあ、あの、はい、第2弾、はい、撮りたいんで、はい、マジお願いします皆さん。皆さんなんか、はい、拡散してください。よかったら拡散お願いします。店長の、はい、チャンネルもクラブくんチャンネルがあるんで、はい、概要欄の方に貼っておくんで、はい、見なくていいっすよ最新動画はこの動画撮ってるだけで、最新動画は、はい、店長がなんかこう、あれだ、ボートレース、オートですね、オートレース、オートバイク、オートレース、はいはい、
大トロでさ、なんかでも YouTube、はい、公営ギャンブル厳しいらしくて。そうなんだ。ギャンブル券めっちゃ厳しい、厳しいんだ。え、ディズニーランドとか平気なんだ逆に。ディズニーは収益化できないです。あれ見て俺も超やりたくなっちゃって。ディズニー好きなんですか。いやいや、 C は行ってないよ。ないね。いや、 C は行ったことないね、ガチで。え、マジですか。マジでないのよ。だから C、 それあー、いいんじゃないですか。あの女の子と行って、そのディズニー行きそうな人が行くんじゃなくて、うん、店長みたいなこわもての人がディズニーでキャッキャはしゃいでる図って面白いじゃないですか。はしゃぎはしないな。はしゃぎはしないな。いやでも行くだけで面白い。はしゃぐか。はしゃぐのかな行ったら。行ったらはしゃぐかも。久しぶりに行ったら面白いかも。え、だったらどうせだったらチューとかやりたいもんだって。え、ガチ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 なんですよ、これ。全然いいもんだって、俺も別に。もう、どうにもなるって感じだもんだって。まあまあ確かに。うん。え、ディズニーシーへ行きたい人募集してますよ。ああ、いいじゃないですか。はい、ガチでお願いします。写真付きで送ってください。はい。じゃ店長の YouTube とあと、はい、インスタと、ツイッター3つ概要欄貼っておくんで、そのデート、はいはい、企画、はい、お願いします。一緒に店長とディズニーランド行きたい。あと、公営競技、オートレースか協定、うん、一緒に行けて、顔出しできる女子も。顔出し、顔出し必須です、これは。顔出し必須、ね、オートレースか協定一緒に行ってかける人、顔出し必須。ディズニーも顔出し必須。ディズニーも。あー、じゃあ顔出し必須で、はい、行きたいって方いたら、はい、どしどしお待ちしてる。そうなんで、ガチでお願いします。これガチガチやガチのやつです。クラブくんチャンネルで、はい、お願いします。はい、じゃあこの動画がいいねと思ってくれた人はいいねと、あとコメントお願いします。お願いします。これなんだ、これいつもやってるやつ。これクラブくんね、さくらんぼこれ、うん、これちょっと形間違えるとおむすびだし、なんか俺の姫がいや、そうなんだよ。いや、そういうふうにも見えがちなんだよ。こうなっちゃうとね、だからこうだとあれだから、うん、こうね、さくらんぼ。さくらんぼ。はい。よろしくお願いします。そんな感じで、今日は旬チャンネルゲストに、はい、黒崎店長をお呼びしました。ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バーン、サンスキー。バイバイ。